新平家物語第380回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城春彦です「加牛」「加賀越中境の低山脈はそう賢春ではないが山並みの幅は数里にわたっている」「その連峰をくるめて砺波山とも栗からとも呼ぶのである」 そしてそこの山越えは勘同であって北陸の本堂ではない本海道は海岸線の内灘から塩山道がそれだ源平両軍ともにその塩山寺へは死体を分けて戦い本軍と本軍との出会いは勘同の栗から峠と予期していたでこの時の戦を北陸の二手合戦と言ったりする 平家型でも前夜野営していた栗からの西のばた竹橋の村落をその朝出動しだしたが戦闘隊が頂きについてもなお4万余の補虜や旗ははるか麓をありのごとく延々と続いていた感動であるそれほど道は狭く険しくやっと渋滞一列が深い谷間を覗きながらうねりうねりに通れるぐらいな幅しかない 大将軍の平のこれ森は越中権神範隆や平善寺の西明を道案内として「かしこの峰はかしこの谷は?」と一巡地形を見て歩いたすると越中寄りの山裾におびただしい白旗が望まれたのでこれ森は目を見張った「あれよ源氏はすでに麓口を押え我へ攻めをする体ではないかあの大軍の夫人はなんという地名ぞ日の宮林かと思いまする。 道はあるのか南黒坂をへ卯の花山塔の端へも参られますすりゃ用意なくばこれもりはいささか慌てたそれを望むまではまだこうまでの事態とは思っていなかったものらしい惜しいことであったと後には平家のために人々は言ったこの時の微妙な憔悴の真理が以後の平家の凋落を急速に決定づけてしまったのだ もしこれりがもう少し深い資料の元に元軍の実態や知性を見そして敵の偽装の白旗などに驚かず完全と国からを越え越中平野へ進出していたらおそらく勝敗は逆になっていたろうひいては全平家の囲碁の運命も変わっていたかもしれないのであるがいかんせんこれりも,も雪森もいわゆる都の金立ちだった もとよりひるんだのではないが、花壇よりも大事を取ってしまったのだ。道は岩やら山いばら、攻め上る敵は足太に悩もう。弓を放つも無駄や、打ち物を振るもままになるまい、味方は足場のよい惨状に固く構えて、彼の居かれを待ち、心を測って一挙に源氏を追い下ろそうぞ。これ森は辺りの武将に行って立所に陣馬を選んだ。 一体は宇野花山から遠野橋付近の高地に寄り本陣は三国山猿ヶ場のあたりに密集したそして盾を並べ赤旗を偏本と盾連ねると直面の矢立山の一端からも源氏方が白旗を明らかに立てて見せた「いやー敵はもう間近まで登っているぞ!」。このたもどよめき彼方でもわーっと声を発してどよめき出した。 源平両軍は初めてここにまみえたのだお互いの間はわずか23丁の距離しかない3丁といっても当時の1丁は後の何分の1の短さである目を凝らせば敵兵の姿もその表情もよく見えるほどな近さだった。 やがてしきりな武者声を交互に上げ出した敵を目に見た刹那自然に出る方向である身の内の恐怖を身の内から追い出そうとする声でもあり徐々に人間を野獣のうに変えていく声でもあった「うわ 山ををすすり谷ここだますること幾十遍それは声ならぬ声に変わってゆく山並みの上をゆく雲までがなんとなく原始のよう思わすような様相を呈し一時武者声がやむとシーンと危機に満ちたシジ山中をくるんだ。と思う間にビューッ と盾の前から放つかぶら屋が空をうなって白旗の陣へいこまれ源氏方からも同時に弓武者十五騎が盾の外に立ち現れて一斉にかぶら屋をい返した。 車種は三十機となり五十機と増えてゆき、やがて夜風の休みを狙って、そこの高所から勝ち武者が駆け下り、こなたの崖へ這いつこうとする。もちろん兵軍も見てはいない。平家型の勝ち武者も盾の内から踊り出して、有利な足場から彼らの真っ向へ切って降りた。早くもそこには甲冑と甲冑との組合やら切り結ぶ光が見られ、あえなく谷間へ転がってゆく兵の影もあった。 しかし、基礎勢は挑んではすぐに兵を引かせた。これは、つかず離れず、敵をあしらいおいて、夜に入るを待てという、義仲の指令を守っていたものである。その頃吉義仲はなお、麓の羽生の本陣にじっとしていた。が、心の波在は覆うべくもない。眼光、眉の動きにもそれが見え、木陰の将棋から小の木漏れ日を仰いでは、もう何時か。 と幾度も左右の者に尋ねた。夜に入るを待つ。それが彼の胸三寸であった。貨幣を持って大軍を破るにはそれ以外にない。日の落ちるのが今日ほど待ち遠しい日もないと思う。じっと腕を組む。胸のいらちを意識し、これではと自ら落ち着こうと努めている風なのだ。そうだ彼はカッと目を見開いた。 名目の間に葵と山吹の顔をふと描いたのである。夕べの陸道寺の酔い闇が頭にあった。それから彼の連想は陣中の牛騒動へ移っていった。火に驚いた暴れ牛が彼の頭の中をかけた。そうだ幼少の頃読んだ唐の文書に下牛の刑というのがあった。 春秋の戦国時代征国の将軍伝誕が縁の外軍の侵入に対して施したあの危機刑ぬっと義仲は疲れたように立ち上がって「雪広、あるか!」と帳の影へなった「は、っこれにいたか!」と幕の裾を見またきっと反対の人だまりを眺めてその中の小室太郎を叩かねえ「叩かねも参れ!」と誘って別な幕囲いのうちへ隠れた。 そこで吉中からどんな悲鳴を受けたか。運の小室の二将は間もなく慌ただしげに部下を連れてここを出て行った。入れ違いである三条の伝令が駆け下りてきて、敵の一人とお味方の戦闘とは遠の橋を挟んで、はや八百りが交わされておりますらと知らせた。始まったか。いざ行こう日没を待ちきれぬもののように吉中は後ろの諸将を見ていった。 と言ってもなお全身はひそと行われた。馬上、義仲はあちこちの景色など見ている風であった。頃は5月、初夏の緑は滴るようだった。行く先々に沼や池があり、その水は栗からの谷々から来て小矢部川へ落ちていくらしい。白鷺の群れが何度も吹雪のように水辺の緑をかすめた。あれに見えるわ、何の宮城ぞ、かなたの明けの鳥居は 吉中の指すところへ人々も目をやった越中の住人池田忠康がすぐ「されば羽生の八幡とはあの宮にてここも八幡の御領に候ろう」と答えた「何八幡の宮とな?」。吉中は気色をたたえて後ろに続いてくる雄室の太夫坊各名を呼び立て「一ごの道すがら八幡宮の玉垣に行き合うとは源氏の吉随ではあるまいか」。 戦勝の祈りを込め、願文を捧げんと思うが、いかに至極、叱る名を存じまする。あれにて即座に願書をしたためよ。かしこまってうろう。各名は先にかけて、玉書きの外に駒をつないだ。車前に腰を打ちかけ、えびらの下の袋を解いて、小綱や多頭を取り出した。ここで彼が即座にしたためた文章は、後に当時の名文として有名になった。 漢文育十業にわたるいわゆる基礎願書であるそれが一気加成に書かれ終わると吉仲は読めと筆者の革命に命じた吉仲以下の書書はすべて八幡の法然にぬかづいた願書の名文は御と朗々と声高に読まれてゆく聞くのは拝殿の見明かしではなく人である人の魂であるその時 三羽の山端が白旗の上を舞い巡って羽ばたき高く飛び去った。神の将来であり、八幡の霊言であると、吉中はじめ少子は看護したという。いつか山懐の飛騨は紫番だ母色を抱き始めている。栗からの山の肩は夕闇に染め残され、山風は急に冷たくなってきた。すでに中黒坂の上りだった。穂一歩と足元は暗くなる。 すると麓の方から「シュッシュッシュッ」という妙な声が聞こえ一段の鈍重な舞台が山坂を追い上げてきた何百頭か数も知れないほどな牛だった民家の農牛牧の野牛タの二田牛などあらゆるところから駆り出してきたものに違いない 不気味でのろまな牛の大群もやがて山腹の平地に寄せられたり山上に近い木立の中に隠されて天地は依然静かな雲の佇まいとうっすらこの守る酔いの影だけだった大人立てそう声なあげそう少子はいましめあった義仲のいる位置さえ今は味方のものにさえよく分からなかったなお何を待たれるのか 卒にはそれもが,てんがゆかなかなった後に思えばこの時なお義仲は樋口次郎兼光の一帯が北黒坂の途中からさらに分かれて遠く矢田山津良坂戸などの北の県路を迂回してはるか兵軍の後ろに出る時刻を辛抱強く待っていたものらしいやがて夜も二行を過ぎた頃果たして遠い遠いほがいと攻め鼓が山風のうちに聞こえてきた。 吉中は草むらから突っ立って耳をすまし瞳を星に凝らして、紛れはない。あれは樋口兼光与田次郎が打つ攻め鼓、会津の海蔵。ものども、今はよいぞ木陰からこぞり立て合うわあという答えが山腹の闇を一度に揺るがした。同時に心陣でもがいを吹き、鼓を打ち、武者声を上げた。 貝と鼓の小玉はさらに南黒坂にも北黒坂にも起こった。呼びかう嵐と嵐のようである。そしてそのすさまじい旋風は武器、鎧、バグ、人間のあめきを包んで急速に山上へと駆け上っていた。深くにも、猿が馬場の平家の陣営では、いやいや、あれはと降って湧いたことのように四面の敵に仰天した。昼の小競り合いにやや優勢を示し、 八立山の基礎勢も夜とともに沈黙してしまったので「指したる敵かはと自陣も矛を収めて気を緩めていたものであったそれに八幡山つづらなどの剣は踏み越えられる地形ではないその方面は安全と警護もしていなかったのだ敵は前後にあるぞいや,いや散歩死後いたずらに慌てふためくらまず宇野原山をお前に取り塔の橋を境に打って出や 11日の月は雲間にあるが、物まどわしいほどほの暗く、ほの明るい。たちまち、鷲尾山と宇野原山の間、また遠の橋、天地のあたりで黒いよぎりが巻いているような両軍の接戦が起こった。汚し返せ返せここに敗れて、都の人々に何の看んばせがある。木曽は小勢ぞ何を恐れて もう浮き足見せた兵軍の中では悲壮な知ったがしきりに叫ばれいたずらに多い大軍自体が足場の不利にその大兵力をもて余し味方同士ただもみ合いおめき合いの無秩序をいよいよ加えてしまうに過ぎない。 およそ平家型4万を超える兵数に2万弱の基礎兵がぶつかったことを想像すると、砺波山の山道、山頂、ほとんど陣馬で埋まるばかりであったろう。暗さは暗し、道は狭いしいかに戦ったかさえ疑われるほどである。その上、やがて木を見ていた義仲が、放てと最後の一系を敵に加えた。 運の幸宏と小室忠兼に言い含めてにわかに集めさせた数百頭の牛を兵軍へ向かって追い放したのだ一頭一頭牛の角には松明がくくりつけられてあった火をつけるやいなその尻を兵がむちで殴りつける牛は炎の角を振り立てながら盲目的に敵陣へ狂奔してゆくこの光と怪物の影を見ただけでも平軍はんー「何事か!」と肝をすくめた猛牛の 群れは人々があれやと身の処置を取る暇なく神馬の中に割り込んできた牛は牛と思えない速さと童貌を欲しいままにした人間は踏みつぶされ跳ね飛ばされたただ動転するだけでそれを支える一周の力もない弓矢、長絵、太刀、甲冑などは全て無用の長物だった 東にも敵、西にも敵、北は険しい岩山、しかも9個の響きは前山を揺るがし、不気味な陣外の根は雲を咲くばかりである。兵軍4万は戦うことを知らなかった、ただ、どう走るか、どこに寄るか、見をせる何かでもないか。岩につまずき、馬は人を踏み、夜風に追われ、火に吹かれ、恐怖の怒涛をつくって、さらにその恐怖の中に全平家軍を巻き込んでしまった。 すると一軍の警兵が猿ババの東を指して「こなたぞこなたぞこなたは平地足場も広い!」としきりにどなっていた「さては軒口神の助け!」と兵軍の雪崩は先を争って東へ向いたひとたびよい軒口と見るや後から後から前山の平家勢は皆その一生をめがけて集まった。 押し合いへし合いもみ重なっていくそれははけ口を得た濁流の勢いに似ていた理性の片りも働かしえない悲しい人間の渦だった洪水の中の鯉船土壌飼わず犬猫鶏の漂いとも何の違いもない姿だった盲目なその激流は絶え間なく限りなくいくらでも続いて後を絶たなかった 行きつかえるはずもない、行く手の先は巨大な奈落の口だった、いわゆる栗から谷、後世呼んで地獄谷とも駆け込み谷ともいう深い谷底だったのである。谷にはその頃十四畳の滝があって、真下は本旦がさかまき、途中の断崖絶壁には一面土地の木が繁茂していたという、うわー、谷場ぞ、道はない、道はら おめけどもがけどこの恐怖と教本の盲目が急に冷めるはずもなかった。人も馬も山津波の勢いをなして谷底へ落ちころげ、神馬の屍は積んで土地の断崖の半ばを埋めたほどであったという。 古典平家ではこの時栗から谷に死すもの七万匹とあるがそれほどでないまでも戦死一万以上は下る舞とは後の鹿も言っているそしてその谷間から小矢部川へ落ちてゆく水を里人は海川と呼んだ夏が来れば土地の若葉にも秋来れば紅葉にも地獄谷には四季帰国収集の声が聞かれると後々まで言い伝えた